どうも皆さん、上司方は始まりました。あげたでございます。今回も検索しちゃいけない言葉やっていきたいと思います。ニューワードパート6。はい、っていうことで、今回も新しい言葉を調べていくってことでね、最近僕知ったんですけれども、ツイッターのね、検索しちゃいけない言葉の管理人が今変わったみたいで、なんかまだまだ新しい言葉増えてるみたいですね。まあとりあえず前の管理人のところで増えたワードをやっていこうっていう、感じになっていますが、よろしくお願いします。っていうかね、ちょっとね、僕この後釣り行かないといけないんで、15分ぐらいしかできないんですけれども、サクッとやって、サクッと釣って、サクッとこうでもね編集してね、あんまり期間が伸びないうちに編集して出そうと思いますんで、よろしくお願いします。というわけでね、早速いきましょうか。ニューワードをということで、新規ワードいきたいと思います。いきます。くる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 ドゥーン、シンガポール人形。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉に来ました。シンガポール人形。シンガポールの人通りの多い場所で発見された謎の人形。薄いピンク色のレースのドレスを着ており、顔にはなぜか目隠しをしていて、アラビア語でビシムシュブラフ、神の名のもとにと書かれていたという。これが発見された当時、ネット上では人形は何かに憑依されており、持ち主がいない間に動き回りそうで、それを気味悪がった持ち主が人形の動きを封じ、家に戻ってこないように目隠しをしておいたようだ、といううさんくさすぎる噂が広まり、軽い騒動になった。画像検索をすると、その人形と目隠しを外した後の人形の画像がヒットするので、ホラーが苦手な方は注意。現在この人形の行方はわからないようだが、一部ではこの人形は女性アーティストが作った執事のはっきりしたもので、呪い系不幸系の類では全くないという情報もあるが、まあよくわかんないっていうことにもなってるってことだね。これはもうあるってことで、結局どういうことや。というわけでね、早速調べていきたいと思います。ジャンプ。あー、なるほどね。シンガポール人を驚愕させた木の下に佇んでいた目隠しをした人形とそのサイドストーリーというねタイトルで出されてるんですけど、めちゃくちゃ怖くないかこれは。なんで目隠ししているかっていうと、もう元に戻ってこないようにするためっていうか、元に戻ってきたことはないけど、まあそういうね、ことをしたらしいですね。結構あれだね、服が汚れていて、なんかブローチみたいなものもここにありますけれども、ブローチついてんのかこれは。なんか中身抜き取られたみたいになってるけど、そしてこの目隠しのこの落書きみたいなのはどういう意図でつけたんだろうね。ってことで、これを外すと皆さんホラー注意。デデドン！ということでね、こういう顔になっています。なんか、リリーシーな。もうなんかすごい顔がキリッとしてて、歌舞伎とか出てそうな感じになってるね。ということで皆さんもね、こういう人形見つけたらね、自分の家に飾ってはいかがでしょうか。まあみんなはね、やっぱ人形大好きだから飾った方がいいと思うよ。俺は、飾らないけどね。はい、というわけでね、今回はちょっと時間がないんでサクサクいきたいと思います。続いていきます。くる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 、ドゥーン、ルドン。はい、というわけで検索しちゃいけない言葉に来ました。ルドン。検索するとオディロン・ルドンというフランス人の画家が描いた絵が多数ヒットする。絵の内容は一つ目の怪物が頭を出していたり、一つ目の気球が描かれた絵など不気味なものが多い。また雲に人の顔がある絵があるので注意。この画家は花瓶などの普通の絵も描いているということでね、まちょっと不気味なものを描いている画家が出てくるということですね。まあ、見るやつだと思いますよ多分。話していてもしょうがないんでね、実際に調べていきたいと思います。ジャプー。これは見たことねえなってことで、はい、というわけでこれなんかすごい有名らしいですよ皆さん。ちょっとお恥ずかしいことに額がないんでこれ見たことないんですけれど、あれいやちょっとあれって思ったのがちょっと画像もう一個あるんですけども、あれなんかこの目あれじゃね、悪の花じゃねこれ。なんか悪の花で見たことあるぞこれ。皆さん漫画の悪の花普通に面白いんでね、 D アニメストとかでちょっと見たらいいと思いますよ。っていうことで、なんかちょっと目が描かれていて、なんだこれ、ボートかスーパーカーかなんかわかんないけど、乗り物に乗った人がどっかに向かっている絵とかね、雲の化け物、あ、猿の化け物かわかんないですけど、すっごい不気味なねモンスターの絵を描いていたり、またもや出てきたこの一つ目。やっぱ一つ目族からあれなのかな、インスピレーションをたらかせたのかわかんないんですけれども、こういう絵とかね、なんかこうやっぱりこう女性の横顔とか、女の人がまぶたをつむっている絵とかね、うん、なんかこういうのばっかり。これなんか誰かに似てる。こういう俳優いただろこれ。これは未来にこういう人が出てくるということをね描いたのかもしれませんね。そしてこの人は一体どうなるんでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第。はい、ということでね、いわくつきとかそういうことじゃなくて、ただ単に不気味な絵っていうことで、いや検索していいだろ普通に。ということで皆さんも見てください。俺みたいに額のないやつにならないように学習しようね。はい、というわけでね、続いていきたいと思います。くる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 、どん、飲み
かけのアクエリアス話題。はい、というわけで検索してはいけないことを一気に来ました。飲みかけのアクエリアス、飲みかけのアクエリアスを放置したというサイトがヒットするのだが、非常に気持ちの悪いものになっている。集合体恐怖症の方は注意ということで、皆さん集合体恐怖症の方はねゾッとするっていう感じなんだよね。おそらくもうコメント見る限り真っ黒クロスケが出ると言ったり、カビっぽいのが出たり、タピオカとかあったりするんで、キモいだろうねこれはね。うん、ちょっとね見ていきたいと思います。ジャップ、飲みかけのアクエリアスからタピオカ出やせ、わら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 、これは気持ち悪いということでね、トゲたーというところに来ました。実際にね、その画像見ていきましょう。でん衝撃画像、アクエリアス飲みかけ放置したらやばすぎ、わろた、ふふふふ。ということでアクエリアスゼロの中になぜかなんか虫の卵みたいなね点々とした感じに出ているものがあります。こうなるとちょっと気持ち悪いですよね。まあおそらくカビっぽいんですけども、これはカビルンルンなんでしょうか。ちょっとコメント見ていきましょう。なんか繁殖してるじゃん、気持ち悪い。タピオカ入れんの、かわいい、水たまんだ。私アミノ式をマリモだらけにしたことあるよっていう、まあ、やばい女がいますけれども、これはなんで結局何なのかっていうことはあれなんだろうな。あ、書いてある書いてある。これ結局何なのかっていうと、2リットルペットボトルに口をつけて飲むと、唇とかの菌がペットボトルに入って清涼飲料水を栄養分としてまあ培養されて大繁殖するので、こうなるっていうことですね。いや、これは確かに気持ちが悪い。まあみんなもね、なんかよくあのペットボトル症候群みたいなのがちょっと話題になったと思うんですけれども、まあ開封したものはね2日以内ぐらいにはもう飲もうよっていうことですわ。いや俺もだからペットボトルは一瞬で飲み切るんだよね。あ、デブだからですけど。はい、というわけで飲みかけのアクエリアスでした。てかペットボトルは飲みかけにしないようにしよう、なるべくな、ふふ。というわけでね、続いての言葉いきたいと思います。いきます。くる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 、イングランドエスカミアバーガス。はい、というわけで検索してはいけない言葉気に来ました。イングランドエスカミラバルガス。イングリッド・エスカミラ・バルガスはメキシコシティに住んでいた女性の名前。彼女は2020年に彼氏であったエリック・フランシスコ・ロブレッド・ロサスとの口論の末に首を何度も刺されて殺害されてしまった。画像検索で犯人の画像やイングリッド・エスカミラ・バルガスさんの遺体画像がヒットするのだが、上半身のほとんどの部分がえぐられ、肋骨や頭蓋骨などが露出しており、遺体画像の中でもかなりショッキングなものとなっているため、グロに耐性のない人は注意ということで、危険度5なんですけれども、いやニューワードで危険度5ってなかなかあれだね、稀だね。ということでね、まあちょっと詳しい概要をまあ見るっていうよりは画像を見ていきたいと思います。じゃあ行きます。ジャップ。はい、ということでね、こんな感じなんですけれども、この彼氏がねと喧嘩してボコボコにされて、まあ殺害した時にはこのバルガスさんをトイレで流したりとか、ザマ氏の事件みたいになったってことはね、あ、詳しくは調べてみてください。検索しちゃいけない言葉なんで。なぜ一体こういうことをしたのか、どういう喧嘩をしたのかは分かりませんが、まあこの男の人を見る限りではめちゃくちゃ短気っぽいんでね、皆さんね付き合う人はちゃんと考えましょう。ちなみにね、なんかね、いろいろね探してみたんですけどね、画像がなんか頭蓋骨見えてる画像とかがあるみたいなこと書いてありましたけども、なんかないんで、まあちょっと概要ぐらいで終わらしとこうかなと思います。よろしくお願いしまーす。はい、というわけでバルガスでした。やっぱだから男を見る目をつけないといけないってことだよね。はい、というわけでね、ちょっと時間が厳しくなってきたんでね、ちょっと早いんですけれども、ラストいきたいと思います。ちょ、とんでもないの来い。いきます。くる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 、庄山仁君。はい、というわけで、ね、検索してはいけない言葉気に来ました。庄山仁君。1969年2月23日、庄山仁君、当時14歳は午後2時過ぎ、ちょっと街へ行くと親に告げ、工作の道具を広げたまま、制服制帽姿で自宅を出て行方不明に。午後6時半頃、仁君の制帽を手にした謎の男、当時24歳が訪ねてくる。家族に向かって制帽の持ち主に現金66万を奪われたと告げたという。翌日の昼頃、父親宛てに何者かに無理やり書かされたと思われるジン君の直筆の手紙が届く。警察は謎の男が事件に関与しているのではないかと考え、嘘発見器にかけるなど厳重な取り調べを行ったが、証拠は出なかった。誘拐事件とみて公開捜査に踏み切ったが、目撃情報すらなかった。しかし謎の男の供述内容が事実と食い違っていたり、不自然な部分があったり、46万という大金の出所も謎のままである。ということでね、一体もう全てが謎になってる、完全なるあの都市伝説みたいな事件なんですけれども、一体どういうことでしょうか。なんかまとめてるサイトがないか見ていきます。ジャップ。はい、というわけでね、未解決事件 X 迷宮ファイルというねところに来ました。なかなかなんかものすごいやつだね。でもこの PR されてる広告がちょっと
ホモなんだが。まあそんなとこは置いといてね、こちら庄山神君行方不明事件がまとめられてるんでね、見ていきます。まあ大体の概要は一緒で、ちょっと出かけていくってなると行方不明になったってことですね。でその後夕方ぐらいに、まあ現金奪われたっていうことを言ってきた男が現れて、まあ手紙が届いてっていう感じですよね。でその手紙の内容があるんでね、ちょっと読んでいきたいと思います。心配かけてすみません。悪い友達に誘われて人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は僕の気持ちが収まるまで病欠にしていてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。ジンと書かれていたんですけれども、まあジン君は校の悪い少年とかじゃなくて、普段はねめちゃくちゃいい子だったっていう感じだったらしいです。でまたなんか46万を盗まれたとか言ってる人が、バイクが速攻に落ちたみたいなことを言ってたんですけども、その後も見られなかったってことで、ここがあれですね、食い違ってる点ということで、まあそれ依然として何にもね情報がなく、結局なぜか見つからなかったってことで、どういうことだよこれは。謎すぎて怖いわこれ。皆さんもあるかもしれませんのでね、皆さんはちょっともうせめてこう犯人のこう情報を伝えるみたいな残してほしいわ、コナンみたいにすっきりしたいからな。真実はいつも一つだけど、この庄山神君は真実は得られませんでした。本当にこれこそ何の成果も得られませんでしたはい、というわけで今回の検索しちゃいけないことは以上となります。今回は事件系が多かったんでね、なかなかちょっと大人な内容になったと思います。まあ、僕としてはね、なんか頭を使う内容はワンパートというか一つの動画に出したいんですけれども、この検索しちゃいけない言葉でこうサクサク進みたいって感じなんで、もうリアクションというか、なんかもうあ怖いのが出るとか、そのなんていうの、あこれあの殺されたとか、あ、まあ、そういうぐらいでいいと思うんですよ。理想としてはね、検索してくれる言葉の後にめちゃくちゃ詳しい概要を出した未解決事件みたいな動画をね作ろうと思いますのでね、よろしくお願いします。まあそういう感じしておこうと思うんでね、この検索してくれる言葉サクサクいきますので、ね、よろしくお願いします。ちなみに今回の動画でよろしくお願いします何回言ったか皆さん数えてましたか？おそらくね10回ぐらい言ってます。というわけでね、そこら辺もねよろしくお願いしますということで、まだまだ検索しちゃいけない言葉をね調べていきますんで、応援してくださる方は Twitter のフォローとマイソン登録、 YouTube の方はチャンネル登録と高評価、ニコニコ動画の方はいいねよろしくお願いします。じゃあまたのー